元気ですか、元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサーやっております、影野孝彦です。よろしくお願いいたします。さて、このチャンネルはですね、元気を発信するチャンネルです。心の面であったり、ね、食の面であったり、アナウンスの面であったり、それから、スポーツの面であったり、すべて、テーマは、ね、皆さんを元気にしたいと、そういう思いでやっておりますので、よかったらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さて、今回は心の面でございます。その中でですね、執着を手放してみたという、 そんなお話をしたいと思います。結論から言いますよ。執着を手放してどうなったのか、ね、いろいろ叶いました。目標が達成できました、というお話です今回は。でですね、執着って何かって、執着ってこだわりなんです。こだわりね、こうしなければならないとか、こうしたいという強い思いで、かくいう私もこれ結構強いんですよね。こうなんなきゃいけないとか、こうなるぞとかね、そういった強い思いなんですけども、ちょっと待ってくださいよ、よいしょ、ね、この思いがね結構私強いんですね。少し待ってくださいね、少し修正しながらやっていきます。はい、どうも。で、このね、執着の強い人って結構真面目だと思うんですよ。私結構真面目なんです、こう見えても。どう見えるか分かりませんが、 ねばならないで生きてきた、ね、ねばならないで生きる。でもそんなにうまくできないんですね、ねばならない、うん、で多分これはね、劣等生だった時代ね、これがとっても長かったんで、学生時代の、ね、トラウマだと思いますね。例えばね、大学に行かなくてはならない、有名大学の卒業しなければならない、親を喜ばせなくてはならない、ね、成功しなくてはならない、ね、ねばならないで生きてきました。でですね、全て成功したかっていうと、そんなことはないわけですね。で、結構これ精神的にしんどいんですよ。そういう方っていらっしゃいませんか、ね、で真面目だからねばならないで生きちゃうんですよね、うん、それが高じまして、早く達成しよう、早く達成しようと思っちゃうんです。早く早くって、それで計画を立てると、無理な計画を立てるんで自爆するんですよ。ところがね、人の立てた計画とかは、これはね、すぐに実行できるんです。例えば会社におけるノルマとかね、営業マンとかありましたね、このノルマって早々達成できちゃうんですよ。自分で計画を立てるとうまくいかないんだけども、人の計画に乗っかるとうまくいっちゃう、ね、そういう方っていらっしゃると思うんです。こういう方にはですね、手放すことをお勧めいたします。私もそうなんです。で、要所要所そんなことがありました。例えば近いところ、皆さんにそうだな、共通すると、例えば、ね、彼氏彼女欲しい欲しい、彼女欲しい、彼氏欲しいって思って、何回も何回も合コンに行きました。ところができないんです、全くできない。で、執着強いんでしょうね。そういう彼女欲しい光線が出てると思うんです。で、もういや、もうやめたとか、いや俺仕事に行けるんだと思うと、ひょこっと彼女ができちゃったりする。それからですね、仕事欲しい仕事欲しい、仕事来ねえな、おいどうしようかな、仕事来ねえ仕事来ねえ、仕事欲しいよなんてやってると、仕事全く来ないんですけど、もういいやと、俺練習に生きるんだと、しばらく練習するぜって思っちゃうとね、どん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 仕事が舞い込んでくる。こういう例って結構あったんですよ。ですから、あ、俺手放したらうまくいくタイプなんだなと思いました。例えばですね、地上波のレギュラー取りたいな、44までにできたらいいなと思って、できたらいいな程度で思ってたら、42でゲットできたんですよ、ね、2年間早かったんです。そういう思いなんですね。ですから、このねばならないを、捨てました。これ捨てるの結構難しかったんですよ、ね、ただね、これタイプによって違います。タイプによって違う。例えばね、今までご紹介したように、口に出せとか、それからイメージしろ、これとっても大事なことなんです。でも万人に共通することではないんです、これね、千差万別、人の性格って違いますから、全員にそれが当てはまるとは思いません。で、例えばね、イメージしてワクワクする人、わー楽しいね、こんなことをイメージした、俺妄想してて楽しいんだよねとかね、私楽しいわって思ってる人は、これは向いてます。イメージすることが、イメージすることによってワクワク感が出てきますから、そのワクワク感がまたワクワクすることを呼ぶんです。で、例えばね、アファーメーションする、口に出して楽しくなる方いらっしゃるんですよ、ね、俺はこうなるぜって叫んでね、よしこうだこうだんだって言ってる自分が大好きで、ね、言ってる時にとっても楽しい気分になれるんだったら合ってます、合ってます。それやってください、やり続けてください、絶対合ってますから。ところが、言ったりイメージをすると苦しくなる方もいらっしゃる。かくいう私もそのタイプ、ね、これね、そのうちイメージしなければならないって思っちゃうんですよ、ね、口に出さなきゃならない。
まあ、口に出すってことはね、まあ、やってますけど、あんまり期待しないでやってます。イメージもしますけど、期待しないでやってる。うん、ねばならないとなった瞬間やめるんですよ。そう。で、いませんか？皆さん、そんな、いません？見てる方の中で。ちょっと、イメージしたり、アファーメーション、口に出すと辛くなる。向いてません。そうだ、手放したらいいんです。手放す。よく言いますね、スピリチュアルの世界では手放せと言いますけど、私もそのタイプだと思います。計画をね、練って、それを自分で計画をして、実行するのが難しいタイプの方、これは多分手放した方がうまくいくんじゃないかなというふうに思いますね。無理な計画を立てて自爆するんであれば、多分手放したらうまくいくタイプだと思います。はい。で、例えばね、よし、今年中にですね、3000万の年収取るんだとかね、よし、今年中にあと10本レギュラー取るんだって言ってもですね、なかなかうまくいかない場合がありますね。こういう方ってやっぱり強いんだと思いますよ。今年中にねばならない、3000万にしなければならない、だんだん辛くなってくるんで、こういう方はとにかく、ね、手放してみる。どうやってじゃあ手放すのってことなんです。次は私の場合やってるのは、もういいや、もういいや、やめた感じです。いや、やめた、いや、まあやらないで、ちょっとね、投げやりっていうかね、いい加減になっちゃう、いい加減になっちゃうね。で、あとはもうできたらいいかなぐらいにこう軽く考える。で、真面目なんでねばならないになっちゃうんですよ。真面目だからね。で、真面目な方は、真面目な方は少しいい加減になってください。少しいい加減、これね、真面目な方がいい加減になるとちょっと楽なんですよ。あ、いい加減でいいんだって思えるとちょっと楽なんですよ。そういう方って絶対その、なんていうのかな、手放す方が向いてますよね。手放す方が向いてる。やめたって、いや、もうやんないって思ってるとね、結果出ちゃうんですね。結果出ちゃうんですよ。ですから、もし皆さんの中でそういうタイプの方がいらっしゃったらですね、ぜひ手放してみてください。その思いをね、手放すと意外に、功を奏しましたね。うまくいったりするものです。これをね、言ってる方、 YouTube の中でもいらっしゃいました、吉岡純子さんという方いらっしゃってですね、執着を手放す、執着を手放すのができない、そんな時にはこの方法がおすすめという、そういったね、 YouTube ありました。私も見て、あ、参考になるな、あ、同じだ、考え方一緒だというふうに思いました。その方の、ね、動画もぜひ、ね、チェックしていただけるといいと思います。ですから、自分のタイプをまず、ね、しっかりと考えてチェックして、例えば、ね、繰り返しになりますけど、まとめなんですけれども、イメージして楽しい方は続けてください。アファーメーションを口に出して宣言をして、ね、楽しくなる方は続けてください。でも、そうでもない方、その2つをやってもなんとなく苦しいなと思う方は、思い切ってその思いを手放してみてください、ね、手放してみると意外にうまくいっちゃったりするんですよ。執着が強すぎるからね、よく言いますね、執着が強すぎることは動かないって言いますが、それ多分他の人よりもねばならないで生きてる方であろうと思います。ですから、そういう方はぜひね、私のように、手放してみていただけると違った結果が出てくると思います。今回は執着というテーマ、こだわりというテーマで、それを手放してみましょうという、そんなお話をしてみました。以上です。